こちらが、また少年 A のストーリー。夏休みの初めての朝。さあ、見ましょうか。ピンポーン。はーい。どちら様でございます。あ隣の田中さんじゃないですかはいはい。あー、A 君の友達でございます。A 君は、今いますかうん、よくわかりませんけど、ちょっと、そこで待っていますか A ちゃん ちょっと来て田中さんかいますいやあ、田中、どうしたのいやあ、別に何もない。つまらないんだから、ここに来て。うんあ、あった映画を見ましょうよ映画映画か。まあいいけど、どの映画館なんでもいい夏休みよはいはい。母ちゃん、行ってきます行ってらっしゃい !A さん田中 田中おーい、田中英語館はどこですかあ,あ、いや、確か、この辺で迷っちまった。迷ってねえよただ、ただあ、交番だ英君行け周りを聞け私、なんで私、あ,あ、まったく。<laughs> あの、すみません、おまわりさん。ちょっと伺いたいんですが、 この辺で映画館がありますかはい、あります。ああ、次の信号で右曲がって、そしてもうちょっと歩いて。左はお手洗い。そこでまた右曲がって、もうちょっと歩いて。映画館はあの周辺であります。ああ、そうですか。ありがとうございます。お気をつけてください。田中、ここから私たちのヒーローはまた映画館へ歩く。 エいく見て映画館に見えるそうね。あ、ちょっとまて、金ないんだから、まずは ATM へ。しょうがないね。早くしろ。私がここで待つ。はいはい。さてと、三千年ぐらいは十分。30-0-0。はい、ありがとう ATM さん。さあ、戻ろうかあ。すまん、田中。いつくらい待ったの 2年待ったよ。はっ、そんなに長いのま、あ、とにかく、チケットを買いましょう。どの映画がいいあ、そうだ。トワイラット100画。ち、まあいい。これでどうだ少年 B のバイト。少年 B は A 君のお兄さんでしょうん。OK。お兄さんの映画か。買いましょう。多分もうすぐそうだよ。 じゃあ、買いましょう。へへへ、トゥワイライトか。危なくあったですね、A さん。わぁ、本当にそうだっすね。ええ、少年日は大人気だから。ああそこ、二席があるあ。ナイス。夏休みは絶対に映画を見える時間ね。